こんにちは、マルヒネビデオチャンネルです。今回は遊佐町の岩の上にある文殊菩薩をご紹介します。遊佐町には知る人ぞ知る文殊菩薩像があるのです。遊佐中学校前の道を通って杉沢地区へ向かう途中に頑丈文殊菩薩の看板、林の奥に少し進むと高さ4メートルほどの大きな岩があります。岩の上に小さい石像が見えます。それが頑丈文殊菩薩です。文殊菩薩は知恵を司る存在、受験生を持つ親子が毎年ここを訪れる隠れた名所です。残念なことに2016年現在、岩の上には登ることは禁止されているようです。仕方がないので、ここからは2015年に撮影した映像をご覧ください。このビデオは2015年1月5日に撮影された映像です。緩やかな階段を進むと鎖が用意されています。この鎖を使って岩の上へ登っていくのです。結構急な勾配です。かなり足元に注意する必要があります。もちろん滑る落ちるは禁句。上から見る眺めはこんな感じ。看板には頑丈とありましたが、文殊菩薩様ですのでちゃんと獅子の上に乗っています。受験などで試験を控えている方はお願い事をしてみるのも良いかもしれません。遊佐町の頑丈文殊菩薩でした。